俊一さんいらっしゃい。先日録画したシュガーアップルフェアリーテイル見て涙した。あ、それ前誰かにおすすめされたことあるな。面白かった。それシュガーアップルフェアリーテイル、ちょっと前のやつかな。グッチたい焼きありがとう。ヨッピーさんかわいい、ありがとう。メリーさん、桜タイガーさん、ありがとう。のぶしゃん100キロありがとう。ワイドットケイさん、ありがとう。ひでゆきさん、たい焼きありがとう。シュワさん、フーガネットさん、ありがとう。伸び足りないのねって、そういうきなこはもう最近の楽しみ、多分伸びること。大将さん、フルありがとう。今夜のまかないは宇和島鯛めし作ったってこと。ひなほちゃん、一押しの愛媛の料理、料理か分からんけど、じゃこカツかな。見つけると絶対買う、じゃこカツ。海の声、空の声が聞きたくて、風の、ありがとう。のぶさん、たい焼き。ローマ字よしさん、かわいい、ありがとう。よっぴーさん、ふぅ、ありがとうです。よしさん、ただいま。きなこ伸びてます。ローマ字よきーさん、いらっしゃい。のぶさん、寒天ありがとう。ヤマトさん、大文字のてつさん、ハムちゃんありがとう。おがこさん、たい焼きありがとう。なんかちょっと上だな。あ、そんなこともないか。ありがとう、ありがとう。おがこさん、のぶんさん、たい焼きありがとう。ぴょこりんさん、みゆらんさん、ありがとう。おがこさん、たい焼き。ときびたさんも、たい焼きありがとう。ブラッチ、アジサイありがとう。アジサイだ。メリーさん、ありがとう。ムテンさん、ティンさん、いらっしゃい。そのみさん、いらっしゃい。むねたかさん、寒天ありがとう。全部進めて、やっぱちょっと乙女なので、きなこちょっと隠させてもろて。コバキンさん、エスト&エイツさん、いらっしゃい。コンドルさん、たい焼きだ、ありがとう。ゴールドシップさん、ありがとう。ニーさん、ありがとうです。あたし、海ほたるさん、いらっしゃい。マサさん、お疲れ様。いいね、徳のピーチ。今日は私も炭酸です。もう先お供しようかな。ワンダーさん、アジサイありがとう。アジサイか。ドナルドさん、いらっしゃい。スイカさん、たい焼きありがとう。キョンシュさん、おしるこさん、キュイーンさん、スコールさん、ありがとう。ドナルドさん、100キロありがとう。ソヤで虹色さん、きなこ傷です。昨日できて画伯に貼ってもらいました。ブレイドさん、手巻き寿司さん、いらっしゃい。クラッシャーさん、ピルクル、たい焼きありがとう。おだちさん、こんばんは、ありがとう。まささん、レインボースター、ありがとう。めちゃもろてる、ありがとね。ピルクル、たい焼きありがとう。ショーンケイさん、いらっしゃい。ワンダーさん、ジーさん、ノモさん、たい焼きありがとう。ドナルドさん、ラボレーター、ありがとう。ジンさん、いらっしゃい。あ、ジーさん、たい焼きありがとう。ムラピーさんも、たい焼きありがとう。アッシュさん、いらっしゃい。おだちさん、結婚して、ありがとう。のもさん、じいさん、いっぱいありがとう。みんないっぱいありがとう。たい焼き、たい焼き。ひでゆきさん、バラありがとう。たもひーさん、いらっしゃい。ひでゆきさん、バラバラ、ありがとう。のぶしゃん、ジャスミンのお花、ありがとう。ジャスミン、解決たまごんさん、いらっしゃい。お、猫ぷね、同卓ならずだったよね。そうなの。え、今日どんぐらいやってたかな。多分1時間半ぐらいかな、やってたの。
6対戦ぐらいしてたんだけど、なかなか同じ人にも当たらなかったし、2回同じ人当たるってこともなかったから、やっぱ多分あれかね、通常宅の方がいる人たちも多いもんね。え、ねるさん、ルーム間違えたかと思った？なかなかいないでしょ、こんなに伸びてる猫。なのはさんいらっしゃい。のぶしゃんお風呂ありがとう。のぶしゃん、ショーンゲーさん、レインボースターめっちゃありがとう、めっちゃいただいてる、ありがとうございます。ショーンゲーさんありがとう、ありがとう。なおさんいらっしゃい。きなこもひょっとしてリードつけて散歩させたらだだっこ丸ちゃんタイプ。え、そうかも。え、というかね、きなこってね、すっごいビビりなんですよ。ビビり、その猫界の中でもね、かなり多分ビビりな方だと思う。だから外に出ようとしないかもしれない、もしかしたら。がまず外に出るところから無理かも、きなこもうしばしね出てないからね、外イコール病院だと思ってるから。まみちゃんフルありがとう。アバターまた作りたいって言ってたけど、作るとしたらどんなアバター？どんなアバターかな。前はなんだっけ、前あのだるまとか書いてたんだったっけね。なんかさ、あの自分を書くより、なんかこうだるまとかうさぎとか、なんか動物とかさ、まあ、だるま動物じゃないか、なんかそういうのの方が書きやすいから、なんかもしね、その出て作るってなったら、まあ、そのイベントに関係したやつとかかな。どんなんがいいんだろう。おだちさん結婚してありがとう。ノアさんありがとう。たい焼き、ローマ字よしさんありがとう、ありがとう。え、そうかも、コロポマジで私のことはご飯に見えてるんだと思う。このご飯お腹空いてるときめっちゃ寄ってくる。アントンさん本当だ、本当やね、この袖率高すぎてちょっと恥ずかしいわ。本当じゃん、あのキンキンに冷えてやがるもこの形だもんね。まー、あ、ちゃんかわいい、ありがとう。かのわさん100キラだるまありがとう。今日はジェットコースターに乗ってきました。どこ行ってたの、かのわさん。どこジェットコースターだ。え、ワンダーさん昨日も今日もデカメロン食べに畑田に行ってしまいました、だって。ナイスです、ワンダーさん素晴らしいです。え、すごい、今日も食べに行ってたの。毎日食べたくなるよね。ユッキーさんたい焼きありがとう。まー、あ、ちゃんあら。おおこさん、あ、おおこさんめっちゃたくさんレインボーしたありがとう。アッシュさん岩手なう、あ、岩手から帰ってきたの、お疲れ様。暑いね、こっちも暑かったよ今日。マサさんお疲れ、お疲れありがとう。え、大工さん、スベさんと同卓できたのかい。あ、そうか、タケノコさん同士で当たることもあるよね。そうだよね。水道、水を出してるのにぬるいんですけどって。夏じゃん。え、そんな暑かった今日。ようちゃんいらっしゃい。手首の、そうだよ、そうなの。きなこパンチです、これもうちょっとね、見せられないよっていうくらい血が出ちゃいまして、カット版中です。まー、あ、ちゃんフルありがとう。夜の
ありがとう。血液の採血の時、血管すぐ見つかる。血管ってギュッてしてもらってこう取る時にすぐ見つかるかってことだよね。私はね、人一倍血管が出ないみたいで、ちょっと悩みです。血管太くできないかな。毎回1回では採血できないかも。3、4本くらいこうちょっとさせてもらってみたいな。だ、手首からね、取ってもらったりもする。こっちでさ、もうこっちの血管がさ見えないかもだけど、本当にさないんだよね。パンみたいだよね、私の腕。本当にパンみたいなの。こう頑張ってさ、こうやってやっても一生血管が出てくることはなくですね、縛り上げてもなかなかちょっと、看護師さんを困らせてしまう腕。菜の花さん、キラ100ありがとう。スコールさん、100キラありがとう。イカリンさんいらっしゃい。アンチヒロさん、 TS さんこんばんは。ありがとう。秀幸さん、バラありがとう。ユッキーさん、フルありがとうです。父さんが残した熱い思い、母さんがくれたあの眼差し。はい、アンチヒロさん、カンマインさん、トゲありがとう。昨日の夜ご飯、昨日の夜ご飯ハンバーグです。めっちゃ忘れてた。ハンバーグ食べました、昨日は。トラガンバさん、ひらがなのヒロさん、ありがとう。今日はなんて書いてんの。薬満じゃないのそれ。なんて読むのそれ。中心さん、スウェさん、100キラありがとう。あら、本当ですか。そうかそうか、銅鐸狙ってくれてたのね、スウェさんも。え、スウェひなちゃんがやってくれてたの。バタコさん、クマタカさんいらっしゃい。アンチヒロさん、たい焼きありがとう。そうだよ、おたちさん、愛媛なおです。月に1回帰ってくるこの日。猫ぷにじいろさん、ありがとう。たい焼き、昨夜2時間前にロンロンでひなほ様を見かけ、結局甘党さんと同宅。あれ、私ロンロンしてたっけ。え、ロンロンしてないかも。なんか様子見に行ってたのかな。結局多分してないと思う。あ、2時前ね、夜中ね、2時間前かと思った。2時前はやってた。そっか、甘党さんとドタクしてたんだね。お、蛇の道今やってるの。僕マスターさん、ミステリー映画だって。メイツさん、たい焼きありがとう。コロポ、明日の松山曇りで15時頃から雨？雨？ありがとう。でも今回は私の日傘こっちに持って帰ってきてるので、あの日傘は晴れと雨とどっちも兼用のやつだから持ち歩いてる、大丈夫。おしげさんいらっしゃい。しょうほんさん、今日もありがとう。くまたかさん、たい焼きありがとう。こしさん、かわいい、ありがとう。しむさん、ばんちゃんはお、ありがとう。おしげさん、たい焼きありがとう。ひろくん、100キラありがとうございます。いってらっしゃい、ありがちょう。
いなっちさん、やさいさん、AKA さん、ありがとう。孫悟空さん、ありがとう。のり、たくさんたい焼きありがとう。ありがとうね。ひらがなかずさん、いらっしゃい。すべさん、たい焼きありがとう。ゆっきーさん、結婚して、ありがとう。すべさん、フル、ありがとう。ひなファイト、あ、おめでとう。関係言ってたね。すえひなちゃん、頑張ったね。すごい。最後の1個のドデカメロンゲットで、おつひにゃ会だって。わあ、ドデカメロンいいな。それはお祝いしてもらい。じゃこかつ愛媛に行くと必ず食べますだって。嬉しい。美味しいよね、じゃこかつ。どこで食べてるんだろう。結構ね、いろんなとこでね、あのパーキングとかもじゃこかつ売ってるし、いっぱい食べれるよ。シムさん、たい焼きありがとう。実家の犬も変な寝方するのか。テストさん、やっぱ夏になると寝方変になるのかな。だから冬はね、寒くてあんまこんな伸びたりとかしてない気がするんだけど、どうなんだろう。最近のきなこをちょっと終えてないから。ひでゆきさん、フル、ありがとう。プラチナハート、キスで目覚めるお姫様なんて、おとぎ話の中だけでいいわ。カズさん、たい焼きありがとう。ひらがなの X のきなこと、うさみみのうさみみおひなは、だけだけキティちゃんマイメロそのようです。はい、ちょっと通所取らせてもらいました、推しと孫悟空さん、たい焼きありがとう。底辺さん、経営社員さん、ありがとう。で、昨日ね、あのきなこタイム忘れてたってなって、配信終わった後、まあちょっと遅かったしなっていうのもあるんだけど、夜でちょっとあのきなこの写真撮っとこうと思って、昨日はなんかきなこ猫用のさ、ちょっと見せた方が早いかもだけど、猫用のさ、なんていうの、ちょっとうまくさ、かぶせられなかったんだよね、これ。この猫用のこれ、これ伊達メガネがあったのよだからちょっとね、ちょっと一生かぶせるのが難しくて、と唯一さ、かぶせられたんだけどさ、めちゃくちゃ、ちょっとめちゃくちゃさいや、そうなんだよね、顔がごめんだよね、これめっちゃ嫌そうなんだけど、顔、これがちょっと精一杯だったね、やっぱ。そう、かけるのはちょっと無理だったかも。まあこんな感じで、ちょっと格闘してたわけ、私。そうなの。まあでも可愛いね。あ、いい、うん、結構良い感じに撮れてるのでは。これでね。まあ、ちょっともうブレたりしてばっかりだったけどね。そうなのよ。あ、パーティーグッズっていうのかなまあこんな感じで、今のがまあベストショットかな一個前のやつがベストショットえ、雨の音聞こえる？あ、多分これエアコンかも。エアコンの音かな、多分。あ、ワンガンさん、太鼓のクマありがとうね、今日もありがとうございまする。いや、これはね、もっと前に引っかかれたんだけど
そうそう、あの結構ね、そうなの、パンチ強いからね。私がとろいのもあるんだけど、きなこのスピードに追いつけないんだよね、いつも。遊んでもさ、きなこがなんかこう機敏すぎて、私がちょっと追いつけないの、きなこの速さに。シムさん、孫悟空さん、たい焼きありがとう。あ、ここまで読めてた。見るお肉さん、ありがとうね。ラグランティ、そう、これはね、もう着やすいかな、あの愛媛まで持って帰ってきたんだけど、この間一昨日着てたやつもラグランティだったね。集めようかな、ラグランティ。かわいい。さつきさん、お疲れ様です。ありがとう。経社員さん、おかきさん、岩太郎さん、ありがとう。ハイノさん、お疲れ。おかきさん、こばん、ありがとう。まめまめ仙人さん、ありがとう。今日人多い？鉄之助さん。ね、いつもいっぱい来てくれてて、ごめんよ、読むのも。ちょっとゆっくりですけど。むらぴーさん、てーへんさん、たい焼きありがとう。大ガッチさん、やっくん、いらっしゃい。あ、実家はね、もうちょっと入れそうだよ、アッシュさん。お土産？畑田さんの？テストさん、ありがとう。待ってね。アジサイ、ありがとう、テストさん。やっくん、HK さん、ありがとう。底辺さん、ネコプ、ローマ字のマサさん。たい焼き、ありがとう。マササーティーマンさん、いらっしゃい。HK さん、新一さん、たい焼きありがとう。大垣さん、100キラありがとうです。あ、そうなのよ、甘党さん。あ、それ、隠立したかったのに、あの、ゴードン探偵事務所、あの、私が出演させていただいてた、あの、映画のゴードン探偵事務所が配信することになったんですよね。めちゃ嬉しい。みんな見れるで、ぜひ見てほしいので、ちょっとまた引用リツイートしとくね。ナノアさん、レインボースターありがとう。シムさん、コパン、ありがとう。テストさん、フル、ありがとう。先ほど日本に、あ、お帰りなさーい。ダンケダンケー、ドイツ行ってたんだよね。あれ、一週間ぐらいいたのかな。シムさん、バラ、ありがとう。虹色さん、回復ポーション、ありがとう。スランプコーン、ありがとう、100キラと。サカピーさん、いらっしゃい。ありがとうございます。お久になっちゃいましたって。ちょっとお久だね。愛媛だよーん。みつさん、いらっしゃい。川崎さん、いっぱいたい焼きありがとう。大人だね、レモン堂のレモンサワー。ポップマスターさん、今日の私のお供も、まあ大人、まあ国際的な飲み物。トトロさん、130ブルースさん、はるかさん、ありがとう。シムさん、寒天。ローマジマスさん、たい焼き、ありがとう。ポップマスターさん、レインボースターありがとうね。おひつりさん、いらっしゃい。ドナルドさん、フル、ありがとう。ありがとう。底辺さんもお風呂ありがとう。今日もカナリア諸島、カナリア諸島いるんですか、どこだっけ国。え、すごい。よしさん、うま、ありがとう。よしさん、おじゃこ好きなん、生しらす丼好き。あ、めっちゃ好きです。生しらす丼はあの佐田岬っていうところがあって、愛媛のその佐田岬半島の花々っていうお店というか建物で食べたんだけど、本当に産地直送のお店でさ、めちゃくちゃ新鮮な生しらす、多分さっきまで多分生きてたやつ食べてからめっちゃ好きになった。生しらす丼、生しらす丼だから生きてたのかな、生きてはないか、ほんとあの茹でてないやつ食べた、めっちゃ美味しいよね。
アデノシンさんいらっしゃい。わあ、テストさんも6回チャレンジしてくれたのか。そうかそうか、なかなかね、あれですね、多分大人気だからな、ファイトクラブも。ひらさんありがとう。チートイツ発動中さん今日もありがとう。勝利さん、阪神優勝さんありがとう。ねえシムさん、暑いのかなってか思ったけど、本当になんか暑かったらさ、多分なんか呼吸とかでわかるかなとかと思って、まあでも暑いのかな。あ、にじろさんありがとう。そうなんです、ゴードンが配信決定になりました。そう、あの上映してたのが、まあ、都内で上映してたので、愛媛の人とか見たくても見れないよっていうお声もあったんですけど、配信が決定したので見てもらえる、嬉しい。勝利さんかわいい、ありがとう。ロッピーさん、きなこタイムはちょっとまたね、捕獲できるかわからないけど、ちょっとさっき横にいてくれてたのできなこタイムやっちゃった。シシマルさん、グワポーさんいらっしゃい。マフさん、オショワさんありがとう。マンポンさん、ミケネコさんありがとう。今日もリュウありがとう。たい焼き、カタカナカズさんいらっしゃい。今日はスペースインベーダーの日。あ、シューティングゲームあんまりやらない。そのスペースインベーダーっていうの、あの横にこれ書いてる絵文字のやつのゲーム、聞いたことあるくらいでやったことないな。シューティングゲームなんだよね。私はあのモンストならやってた。あれシューティングゲームだよね、一応。私の青春時代はモンストに捧げた。リュウありがとう。たい焼き、青春時代と言いますか、高校時代、中高。のんちさん、やこぽんさん、やまさん、お、しげきさん。悲しいこと言わないでしゅうきさんね、今日父の日だね。父の日で子供たちから何もないしげきさん、私があげるよ、竹スマイルあげる。まだ終わってないよ。しかもしげきさん、あと1時間父の日ある。竹けさん、からちぃさん、ひろちさんありがとう。日焼けした、ひらさん。外にいたの今日、お仕事。山さんありがとう。たい焼き、カポさんいらっしゃい。風田おみとさん、かまつんさんいらっしゃい。ローマ字よしさん、たい焼きありがとう。あ、百キラもありがとうです。うちの子も超ビビりで、私がくしゃみしたら空回りして逃げていきはる。結構よしさんのあのくしゃみも壮大なのかもしれないけど、ビビリだったらちょっと音をさ、どっか足とかどっかぶつけただけでさ、本人よりなんかめっちゃ驚いてどっか行くよね。走り回ってる。ケンジッチさんいらっしゃい。まあいっかさん、ギウさんありがとう。そんな降ってたんですか、シムさん。京都はさっきバケツひっくり返したくらい雨降ってた。だって、そうなんだ、めっちゃ晴れてたよこっち。梅雨かな。そういえば梅雨ってどこ行ったの。カポさん、たい焼きありがとう。ありがとうです。血管がない。血管は多分あるんだけど、あんま自分で見たことないくらい出てこない、血管が。ここはさ、なんとなく、あ、ごめん、血管苦手な人いたらとか言いながら見せるんだけど、ここはなんとなく見える。もうこっからなら取れるけど、この腕は無理。なかなか血が通ってない。なんだと。
僕も血管見つからなくて毎回ペチ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 叩かれる、これ叩かれるってこと。ションケイさん、親指の付け根からとか細かい針で、あー親指の付け根、この手の甲とかからってことかな。横ポンさん、たい焼きありがとう。腕のアップをする配信者は珍しい。私も初めてかも、腕のアップ映したの。おさっぴーさんいらっしゃい。リュウフル、ありがとう。昨日 CPU のひなぷと対戦、でも今日は当たらずって、あ、それ見たかも、 X で。ありがとうありがとう。昨日はひなぷ倍満役満の無双ですよ。CPU のひなぷめっちゃ上がってたってこと。羨ましい、そのひなぷ、そのひなぷになりたい。回路に回路を置かれて下に手を下げると血管が少し出る。おー、温めるってことか、ケンジッチさん。なるほどね。あ、寒いとあの固まっちゃうもんね、縮こまるのか。おー、菜の花さんも見えづらいのか、血管痛いよね、やっぱ針刺すのは一回がいいよね。私が細いのもダメなんだけど。金ちゃんいらっしゃい。パプマスターさん、レインボースター、アキエモンさん、たい焼きありがとう。金ちゃんありがとう。ユッキーさんも細いのか。筋肉つけると血管を受けて安くならないって。そうだね。でもちょっと私腕立てがさできないから、できるようになるのかな、やってたら。どうやって腕鍛えればいいのかな、あのあれなんか持つとか。確かに筋肉がモリモリの方はさ血管が浮いてるイメージがあるな。なおさん、そんなに特別室で採血するくらい血管が小さいんですか。どこから取ってるの。おさっぴーさん、かわいい、ありがとう、かわいい。ハンバーグ待って、意図せずにハンバーグって言っちゃった、食べたもの。そう、パンみたいな腕なんですよ、アントワンさん。まゆっちさん、たい焼きありがとう。のいちさん、しがさんいらっしゃい、ありがとう。まゆっちさん、たこさんありがとうね、たい焼き。おお、そうなの、ゆっきーさん。あ、なるほど、あの採血取る前にね伝えるの大事だね、ゆっきーさん。確かに難しいよって申告するんだって、取られる前に。虹色さん、ラブレターありがとう。ひらがなかずさん、ゆうじさんありがとう。全然思い出せん日あるよ、なのあさん。昨日何食べたか、昨日の昼とか夜とか、今日のご飯。あ、昨日のお昼は、お昼は画伯が前にさちょっと言った、なんか新しい画伯が編み出した料理があるみたいな、だ先月くらいにちょっと話したやつがあるんだけど、それをね作ってくれて食べたんですけど、やっぱめっちゃ美味しかった。あれ、ミンチチャーハンみたいなやつ、なんたらミンチチャーハン、どうやって作るんだろう。リチェンさん、こんばんは。ようちゃん、尊い、結婚してありがとうね。まゆっちさん、お疲れ様。ローマ字まこさん、ありがとう。ねえコロポ、お母さんもおばあちゃんも料理上手な家庭でございまして、とてもありがたいです。おいしいご飯をいただいております。けいちゃんさんいらっしゃい。
最近ロンロン同卓した気がするけど、上がりも報酬も何にもなかったからほぼ記憶なし。覚えとるよ、私は同卓したね。ターコズさん、たい焼きありがとう。カタカナヒロさん、いらっしゃい。ナノワンさん、レインボースター、ありがとう。ポポマスターさん、レインボースターありがとう。あ、そうなの？先ほど東京でちょっと地震あったんだって。大丈夫かい、みんな揺れた？大丈夫かね。みーさん、ニックポック鬼ヘイクルさん、いらっしゃい。ネコップサイリウム、ありがとう。ようちゃん、フル、ありがとう。フル、月に1回ご帰宅よ。どういうことそれ。月に1回ご帰宅よ、どういうこと。サカピーさん、フル、ありがとう。チャコ天は八幡浜と宇和島と三崎港でそれぞれ違うのを食べて、めっちゃ食べてる、すごい。コラボ味違うかった？そうなんだ、入ってるもの違うのかな、それ知らなかった。サカピーさん、フル、ありがとう。あおちゃん、いらっしゃい。僕は純粋さん、たい焼きありがとう。ポブマスターさん、レインボースターありがとう。あきえもんさん、フル、ありがとう。今日は家でムカデを2匹退治。どんな家？ムカデ出る家に。森に住んでる、あきえもんさん。え、ムカデって出るもん、家の中に。見たことないかも。え、ムカデ。ひでゆきさん、かわいい、ありがとう。ひろぽんさん、いらっしゃい。おさっぴーさん、かわいい、ありがとう。きなこ、頭に何か乗せられるのめっちゃ嫌そう。まあでも猫は嫌かと思いながらさ、ちょっとごめんごめんとか言いながらめっちゃ格闘したけど、あれがベストショットでした。格闘した結果。おさっぴーさん、たい焼きありがとう。前の節分の鬼のお面ね、なおさん、あったね、鬼のお面。鬼のお面だっけ、かぶせてたの。そうなのよ。あら、ジャッキーさん、1500回訪問ありがとうございます。めちゃ長老じゃ、ありがとう。もうすぐ誕生日かって。きなこ、きなこ来月だよ。もうきなこはさ、7と5でなこって読めるでしょ。7月5日なんですよ、誕生日が。8歳になるのかな、きなこ。きなこ8歳、やばいかも。なのはさん、ありがとう、寒天。ねえ、よしさん、かわいいでしょ、さっきのメガネ。なんかさ、あのメガネの上にあの数字が刺せるようになってて、その日付とかに合わせて数字刺せるようになってるの。数字付きなのよね、あのメガネ。いいよ、あれ。千葉さん、ありがとう。わ、海苔、それ私も食べたことある。二見のあのじゃこカツね、海見ながら食べた、いいよね。太郎くん、いらっしゃい。やーすけさん、ありがとう。ありがとう。なおさん、フル、ありがとう。フォロワーさんが3つでイタリアンのお店限定で始めたので食べてきた？ 3 つで？すごい。3つで、海が近いのかな？神散歩でね、紹介したいな、それ。小町さんに乗れば紹介できる。おかむさん、100キラありがとう。今日もポブマスターさん、やーすけさん、ありがとう。レインボースターとたい焼き、ブルーさん、いらっしゃい。なのあさん、お風呂、
ありがとう。また新しいの来た。インビシブルブルーハート当たる？それはわからないね。震える指握りしめて静かに願いを込めた。薄くまって逃げられない過去から飛び出したいよ。はい、やすすすさんいらっしゃい。きよさん寒天ありがとう。やすけさん結婚してありがとう。どうえ消えそうな。こしさんフルーありがとう。こしさんローマ字まささん AKA さんたい焼きありがとう。ワンダーさんかわいいかわいいありがとう。お、そうなの。末ひなちゃんの行きつけなんだ、ゆけむりカフェ。私はジェラート食べた。抹茶とチョコの。美味しいよね、みたらし団子。よく食べるよ。お、新一、今、愛媛から帰宅中。愛媛にいたのかい？ひふみまるさん、みちすけさんいらっしゃい。そやで、ゴードン配信。全国区でナポリタンがおすすめされる。はい。ナポリタンおすすめします。見てね。ゆうきさん、肉ボックさん、たい焼きありがとう。カナリア諸島ってスペインなんだ。すごい。スペインにいるってこと？マサさん、100キラありがとうです。キーちゃんと同じポーズして伸びてました。今日お休みだったの？暑そうだね。おさむさん、たい焼きありがとう。佐田岬花花は大分県に渡る九州フェリーかな。九州フェリー乗り場の、あ、そうそうそう、確かね、船乗るところ近かったと思う。乗ったことはないんだけど。そうだと思う。よっちさんいらっしゃい。おさむさん、かわいい、いいね。ありがとう、かわいいね。ありがとうです。お、シムさん、スマホの麻雀ゲーム何してるの？バイマー上がった。ナイスバイマン。ぜひファイトクラブへ。スイカさん、たい焼きありがとう。たくさんあめちゃいただいてありがとうございます。スイカさん、ハイドさん、お疲れ、ありがとうです。明日から仕事で2泊3日の出張。あ、そうなんだ。ネコポよく出張あるの？枝豆心配だね。持っていく？枝豆。どんくらいになったんだ今。カツオさん、たい焼き。ヤマさん、たい焼きありがとう。ローマジヨシさん、いいね。いいね、ありがとう。あ、行ってみて、ぜひ。佐田岬ちょっとなかなか車がないと難しいかもだけど、どうやって行くんだろう佐田岬。花々めっちゃ良きだよ。綺麗だし海も。新一、たい焼きありがとう。のむさん、ゆうにゃんさんいらっしゃい。新一、帰宅中バラありがとう。気をつけて。にゃんぱさん、ごえもんさん、ありがとう。今日も、ローマ字まささん、たい焼きありがとう。今年の夏休みは5年ぶりの、愛媛旅行に決定しました？素晴らしい。愛媛来るの？ありがとう、ボブマスターさん。めっちゃもろてる、リーモンスター。ローマ字まささん、たい焼き。ありがとう。ひでハラさんいらっしゃい。おさむさんもコティたくさんありがとう。梅雨は四国で止まってるって。あれ？でも四国もまだ晴れてたよ今日。海道線五郎さん、江野さんさんいらっしゃい。
虹色さんバラありがとう。血管がないひなほちゃん、その血管ならめっちゃ嬉しいね。11時5分。なかなか梅雨入りしないけど、急なドカ雨には都会でも注意になるよねって。どこだっけ、京都がねそれだったみたい。今日ね、多分でももうちょいだよね梅雨まで。めっちゃアジサイ見るんだけど、街とか歩いてたら。みんな傘、日傘持つんだよ。日傘と雨傘兼用のやつ、私の持ってるやつめっちゃ便利だよ。おやすみ。シネタンさんいらっしゃい。アキラさんありがとう。めっちゃ遅れてる、ごめんね。ノリマー君いらっしゃい。ひらがなのありがとう。まゆっちさん100キラありがとう。きょういさんいらっしゃい。ワルツさん今日もありがとう。くまけんさん、ひらがなこんさん、カタカナやっくんありがとう。しまじょうさんいらっしゃい。あれ、ブラッチおはよう。昨日開始20分で寝落ちしてたんだって。あ、昨日ね。今日は起きてるの。もうすぐ東京ですって言ってる。あれだよね、ライブ行ってたんだよね。ワンガンさんふありがとう。ふる、もうすぐ都知事選挙あるけど、ひなほちゃん投票いけるのか。そうか、私もね選挙に行く心でね、いねばね。 CPU のひなぷはオリジナルひなぷの癖をデータとして入れてるの。多分入ってないかな。いや、わかんない、それは聞いたことない。どうなんですか、対戦したことある方。ブラッチありがとう。たい焼きたくさんありがとうです。コロコロ転がるさん、くまさんいらっしゃい。タータンさんありがとう。ワルツさん100キラありがとう。わ、今日ルマンだったの。ロッピーさんそうなんだ。あれ、この24時間そうだったんだ。ナノハさんレインボースター。ローマジヨヒさんラブレターありがとう。軟弱ガリガリなんで看護師さんいつも大喜びですって。ん、逆に血管が出てるよってこと。ちゃんと食べなよ、ヨシさん。マシャマシャさんいらっしゃい。ひらがなヨッシーさんありがとう。ハラメタルンゴエモンさん、たい焼きありがとう。タッキーさん、バンクーバーさんいらっしゃい。テストさん、マシャマシャさんいっぱいありがとう。たい焼きブンブコブンブコ。いや、画伯の創作料理はもう絵からはこう想像もつかないような、もう見るだけで、いや絵もね、あの独特な素晴らしいセンスをお持ちなんですけど、ご飯はめっちゃ美味しい、美味しそうで美味しい。 SQSQ さんこんばんは、ありがとう。ねえワルツさん、なかなか当たらのね。たくさんやるね。エギマニアさんありがとう。ようちゃんかわいい、ありがとう。ご帰宅よ。鈴尾さんありがとうございます。お待たせ、読むの遅くなっちゃいました。きなこいさんいらっしゃい。ココイチの関東地域の FC 店新社長が、社長さん22歳の女性、キャリアウーマンすぎない？すごすぎない？それ、ココイチ関東地域の社長さんですか、新社長。めちゃくちゃすごくない？それ
ニュースになるんじゃないそれ。バンクーバーさん、たい焼きありがとう。たくさん、ワンダンさんもピヨピヨありがとう。ムカデって毒持ってるんだ。家で出たらめっちゃ怖いじゃん。家でムカデ出たことないな。 N164 さんありがとう。そうなのひらさん、お誕生日用メガネ。さとしさんいらっしゃい。今日息子が父の日にと、めちゃいい息子さんじゃん。デカメロンくれたよ、だってナイスセンス、いいな。まゆまゆさんいらっしゃい。ベクポワさんかわいい、ありがとう。バンクバーさんフロー、ありがとう。今日もモッシュさんいらっしゃい。ハートのヨシさんこんばんは、ありがとう。当てるんや今の今の当てたんや、ブラッチ。ナノアさんのやつね。カタカナのサイさんいらっしゃい。ブーちゃんいらっしゃい、ありがとう。リリカルナノハはね、まだ1期だよ今。多分だけど、ちょっと記憶によればフェイトちゃんと戦う前のとこらへんじゃないかなと思う。バチバチの。ローマジマサさん、たい焼きありがとう。サイリウムありがとうです。マサさんも虹サイリウム。ミュージックショップさん、お、かわりさんルームより、ジャンさん、八百屋さん、リーフさんいらっしゃい。ヤマピすごい。SP で国試上がったんですか、おめでとう。めっちゃすごいやん。4人やろう、だって。つかぼうさんいらっしゃい。アフリカの西か、カナリア諸島。シオンさんありがとうございます。はじめまして、嬉しい。ひなほです。ちゃんむさしさんいらっしゃい。おー、ちょっと追いついてきた私。ひらがな斉藤さん、あじなんさんありがとう。傘持ち、歩いててもすぐなくしちゃいそう。最近イヤホンとサングラスなくした。どっちもお高いやつじゃん、それ。傘はなく、どうなんだろう、私もよくなくすからとかない、あの結ぶとこあるからさ、結んどいたらどうだい。来週の火曜日東京は大雨。来週ってことはもう明後日ってこと。テレビアニメの推しキャラ紹介するのやってたけど、おひなの一番思い入れのある推しキャラ、やっぱいのりちゃんかな。ギルティクラウンのこのエゴイストさんに出会うきっかけになった。いっぱい推しキャラはいるけど、マサさんフル、ありがとう。あ、君の笑顔が好きだよ。はい、お、カツオさん、この前愛媛の佐田岬と追って九州へ渡りました、だって。めちゃ綺麗でしょう、佐田岬。ストリートくん、セイヤンさんいらっしゃい。あ、ストリートくん、たい焼きありがとう。タカホシハートさん、ユーサさん、カミオカンデさん、FN さんいらっしゃい。あ、タロウくんありがとう、たい焼き。アントワヌさん100キラありがとう。9月にゴードンが配信ということは、
そうやで。秘書アリス見ていただけるということです。ドキドキ、あの高架下の演技をみんなに見ていただきたい。きなこいさん100キラありがとう。フランチャイズね、フランチャイズ。イズキュンさんのムカデカムが逆から読んでもムカデ、本当だ、ムカデカムだ。え、そういうこと？ダジャレ言われてたの私。あ、そうなんだ、ブランチ。食べ物につられて内宮から行っちゃったよって。伊勢神宮のあのご飯屋さんとかお土産屋さんがあるとこの方かな。めっちゃあのいっぱいお店あるとこ、あそこめっちゃ楽しかったな。のりたまさんありがとう、たい焼き、あーありがとう。しげちゃさん、昨日で2400日でした、毎日配信嬉しいです、ありがとう、そうやってくれてありがとう。りゅういっぱい上がらせてもろて。ローンされたらキュンとする。ローマ字よしさんファイト、ありがとう。大文字のカジさん、トムちゃんさん、ありがとう。あーでもよく食べてるのは良かったね、よしさん。野生の大食いなのか。そうなのに、インビシブルハート。大志くんいらっしゃい。渋谷エッグマン解散ライブ、ドラムの、ドラムあのお方なんですか。はい、あのお方です。竹山さんてがラストライブはいつものあのお方たちのメンバーで、ヒアアイロンズでライブさせてもらいます。楽しみ。デメキーさん、ひとみさん、ケースケーさん、ありがとう。あれ大工さんのフル、あれなんでだろう、いなかったね。大工さんフルありがとう、してくれてたのかい。告知で良いのかな。さっき少し出ておりましたが、竹山さん展後ラストライブが今月の27日29日に東京と愛媛であります。ただいま一般チケット発売中です。今日ちょっと告知があったんですけど、その日2日間はいつものバンド体制で最後ラストライブさせていただきますので、全力で最高のライブにしたいと思います。お待ちしております。詳しくは X にて。スイカさん、レインボースター、ありがとう、めちゃいただいて。ハラメタルフロー、ありがとう。きなこと通称めっちゃ良くないって、いいでしょう。通称はね、ちょっと私がこう動き回ってあのなんとかこう角度とかはいい感じに撮れたんだけど、ありがとうありがとう、ハラメタル。あ、俺もありがとう。めっちゃみんな俺も言ってくれてた。八百屋さんありがとう、たい焼き。あ、エゴイストさん、カバネリで知ったんだ。めっちゃかっこいいよね、あのカバネリの曲ね。いやー、そうなのよ、大好き、カバネリ。スピードバードさんいらっしゃい。八百屋さん、かわいい、ありがとう。先日電車に傘置き忘れそうだった人に伝えてあげたら、自分が置き忘れました。なんで？大志くん、でも偉い、忘れずに済んだね、その方は。家の中にコウモリ飛んでます。え？みんなどうしたの？みんな森の中に住んでるの？コウモリ飛ぶことある？家の中で。あ、でもあるか、
夕方とかさ、あのベランダとか開けてたら入ってくるか、コウモリは。絶対ダメな、私もうコウモリ飛んできたら家出する。ヒロリンさんいらっしゃい。マサさん、あれ最百キラありがとう。朝読んだよ。キーちゃんと同じポーズで伸びてたんでしょ。暑かったのかね。タケちゃん、チビゾウさんいらっしゃい。あれ内宮って読むんだ。くそー、内宮音読みか。内宮は訓読みで読んじゃった。アキラさんありがとう。松山の地名は内宮あるよね。内宮って読むんか。ひろゆきさんありがとう。ひろしさんいらっしゃい。ローマ字の赤福、伊勢うどん。赤福いいな。赤福食べちゃい。めちゃくちゃ食べとるじゃん、ブラジ。いいな。マー君ギターさんいらっしゃい。ありがとう。のり告知ありがとう。今日もたくさん告知ありがとうです。カムカパーさんおばんです。ありがとう。さとしさんいらっしゃい。ジョナさんいらっしゃい。ありがとう。おー、ワルツさん続編見たいね。カバネリ映画のね、カバネリが良すぎてめっちゃ見た。ほんと家出したら住んでいいの。もう家なき子になっちゃうこれ。おにぎりファンタジーさんいらっしゃい。よし、やばい、ちょっと過ぎすぎたよん。お、私は今日ずんだシェイク飲んで、はっ、私が前飲んだことあるやつ。よしさん、それずんだ生ドラ。ずんだ生ドラって何、初めて見た。めっちゃずんだだね。はい、じゃあちょっとお供タイムしようかな。今日のお供はちょっと国際的、台湾ライチです。これもちょっと画伯が買ってきてくれてた季節限定不二家、不二家、不二家だって。不二家なんだこれ。台湾ライチスカッシュ飲みます。猫コップ。はい、ではちょっと遅くなったけど今日も一日お疲れ様。乾杯乾杯。濃い。おお、すごい。お、めちゃくちゃこう、なんというか、あの味が濃い。台湾のライチなのこれ。確かに普通のライチとはちょっと違う味がする。うん、おいしい、おいしい、おいしい。うん、うん、香りがほいでめっちゃいいですね。トロピカルな匂いがする。え、これはね、エミフルじゃないと思う。エミフルなのかな。なんか今回その今冷蔵庫に入ってるお供はエミフルじゃないって言ってた気がする。ちょっと謎多きお供。美味しかったよ、よしさんに。乾杯みんな。乾杯乾杯。ライチって種大きいよねって。うん、でもさ、種こう取り出しやすくない？大きいから。めっちゃ好きなんだけどライチ。
よし、じゃあちょっとランキング読みして。今日は昨日ねカラオケタイムできなかったので、なんだかこうありがとうを込めたお礼ソングを歌って終わろうかな今日。では13位から、ローマ字よしさん、ありがとうございます。団長ありがとう。よき12位マサさん、ありがとう。あ、団長ありがとうです、ありがとうございます。11位おさむさん、ありがとう、いつもありがとう。10位あ、ポブマスターさん、ありがとう。今日も10位です、ありがとう。9位あ、テストさん、ありがとうです。たくさんいただき今日もありがとう、ありがとう。8位おー、ブラッチー、ありがとう。ナイス8位、たくさんありがとうございます。ラッキーセブン、おー、ローマ字マサさん、7位です、ありがとうね。明日はいい日になるぞい、なるぞい、ありがとう。そして6位あ、小賀子さん、ありがとう。小賀子さん6位です、いつもありがとう、たくさんありがとうね。そして5位なのはさん、ありがとう。なのはさん、わーい、誕生いつもありがとうございます、ありがとう。そして4位ワンガンボーイさん、ありがとう。ワンガンさん今日もありがとうございます。4位ありがとう。そして今日の第3位ブルーアボン、スイカさん、ありがとう。スイカさんコメントもありがとうです、いっぱいありがとう。そして2位ブルーアボン、ショーン K さん、ありがとうです。ショーンさんいつもありがとう、たくさんだ。そして今日の第1位ブルーアボン、ワンダーマークさん、ありがとう。1位です、すごい、たくさんありがとうございます。わあ、ありがとうね。ということで4782盛り上げ、すごいよ、いつもありがとうございます、たくさん。今日は昨日の名残2400日盛り上げ、毎日たくさんありがとうございます。いつも夜10時半ぐらいから配信しておりますので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで曲歌って終わろうかね。どうしようかな、お礼ソングといえば、お礼ソングといえば